じゃあそれは何ですか？これは住みこ暮らし折り紙。家が作れるんじゃないか。この1,2,3,4この4つのどれかがこの中に入っている。愛ちゃんはどれがいいですか？ママやったらどれがいい？白熊。じゃあどの愛ちゃんはどれが希望ですか？まず白熊、ペンギン、トンガツ、猫の4種類のお部屋付き。私やったら全部入ってんのやったら、いやどれか1個しか入ってない、うん。じゃあまずこれって予想して開けてください。ママはこの一番上？うん、白クマ。これは多分ないから、これがいい。え、それは何？ペンギン？そう、アームがある。これが一番欲しい。じゃあ開けてみる。じゃあ何かな、ペンギンかな。二人の予想が違ってるか、それとも当てないか。これは何だった？待って、思ってた。あ、そう、あ、じゃあ反対側も違うんちゃうか。2種類入ってるんだから、どっちが好きな方でやったらいいんだ。白クマと猫。白クマと猫。うん、うん、さあ、じゃあまずどっちをしましょうか。どっちもしたい。うん、まあ、どっち。折り紙得意な愛ちゃんは頑張って折れるでしょうか。折り方を今見て頑張ってます。全然綺麗に折れない。で開いて、で、カブトールみたいに開いて。三角に折って、そっから。あ、風船。開い、そうそう、開いてさ、そう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 。ちょっとこう折った方がいいわ。よし、それも線に合わせてよ。いらないよ。うん。もうエビフライを売ってます。白クマとか難しかったね。なんか線がずれるからね。まだそっちの方が綺麗に線に折れるからマシだね。